ようだ。迷惑をかけてはいけないな。エバーテイル。来てくれたな。さて、妖精、この森以前とは別物になってる。ここにこんな道なんてなかったし、とりあえず奥に進んでみよう。現状悪意は感じられない。よし、行こう。弁者を知ってるか？エルフの伝説的な操術師のことだ。見定める。そこですわ。そこですわ。
どうだ。どうだ。や。私にはまだ早かったか。そこですわ。どうだ。俺たちの勝利だ。こんな場所であなたたちみたいなのに会うのって、でもカレンの魔法をくぐり抜けてき、総員止まれ、一旦ここで休憩とする。ごちそうさま。今日の昼飯もうまかったが、ボリュームがすごかったな。今日の仕込みはエルミナです。こんな大所帯相手に飯作るって初めてだから、少し加減がわからなくてね。満足だ。美味しかった。エルミナ殿もなかなかのお料理上手でありますな。ま、旅慣れるとおのずと野外での飯作りに通じてくるからな。失礼ですが、この量私には多すぎますわ。私が養ってた子供たちならおかわり3杯はいくぞ。ティオの料理を食べ残すなんて信じられない。そうだぞお嬢、食える時に食わないやつは旅で長続きしないぞ。断りにくいこの空気。というかお嬢って何ですの、品のない呼び方して。エルミナさん、お姉ちゃん、無理強いはダメ。食べきれないのは保存に回そう。仕方ねえな。わかった、ありがとうティオ。でもエルミナさんのお料理本当に美味しいね。僕乾燥とかあんまり得意じゃないけど、このお料理はお母さんって感じかな。ありがとうよティオ、最高の褒め言葉だ。母様のお足か。はっ。あれ、アストリッドさん、残さなくて大丈夫なの？保存用にするのもいいですが、まあそのやはり温かいうちに食べた方が美味しいですし。そりゃどうも。じゃあお嬢のためにおかわり用意しとくかね。ですからこれ以上は無理ですってば。あとお嬢って呼ぶな。
生にしか。行きます。この身が砕けても。私がいないと国が、大いなる糧よ。どうだ。力にならず申し訳ない。見定める我が命に背くか。痛みを知る。貴殿らの意志の強さ、しかと確かめた。ところで、なんだ今の感じ。どうした。ほんの少しだけ紋章が反応したような。俺もだ。でもゴーマ章やゴーマ騎士を前にした時とは違う。森に漂う魔力がフィンとリゼットに向けて一瞬動いたって感じだな。森の空気が変わった。私も尻尾を通して感じるよ。つまりエルブンレントへの道は今開かれたと。これもカレンが施した仕組みなのか。紋章を鍵とした見えない門というところかしら。やはりカレンは相当紋章に詳しいようです。進もう。エルブンレントはきっとこの先にある。小休止には都合のよ。なんかこの森心地よくて眠くなるな。危険はなさそうね。交代で仮眠を取るのも悪くないかもしれないわ。仮眠か、久々にやるか。お？私は仮眠の行に入る。危険があれば起こせ。どのような方法でも構わん。では、リュドミラ隊長、どうしたの？立ったまま目を閉じて動かないけど。仮眠の行とか言ってたけど。聞いたことがあるわ。リュドミラ隊長は立ったまま仮眠を取ることができると。え？これが仮眠？眠りながらバランスを崩さず立ち続ける。
隊長が自ら編み出した体幹を鍛えるための修行の一つだそうよ。つまり寝ながら修行？何か。いえ、何も。そうか。これ本当に寝てるのか。普通に立ってるようにしか。寝ることまで修行だなんて。すごい。けど真似できそうもないや。また見合いならば、この私に打ち勝って。今の寝言？どんな夢見てるんだか。みんな修行が足りんな。森の中にこんな大きな町が。どうなってんだい。外の景色と辻褄が合わないよ。寄仙境の旋回と似ているな。異なる次元というものだろうか。ようこそ紋章の勇者、そしてそのお仲間の皆様。この町こそがエルフの隠れ里にしてゴーマ説の研究機関エルブンレントにございます。エルブンレント、やっぱりここが。奥の建物へお進みください。彼女が魔法学者カレンがあなた方をお待ちしております。カレン、私たちが来るのをすでに把握していたのね。ああ、エルブンレントの中枢にして
ゴーマ説の研究施設です。ひょっとしてあなたが伝説の魔法学者カレン。私はようやく会えた。運命を信じますか。時を超え種を超えた運命を。あなたは。いえ私は目元。ん？そっくりじゃな。君この町の子？ごめんな、今とても大事な話をしているんだ。肩にいるのドラゴンの妖精？珍しい。あなたのお友達なの？かわいいね。青も赤もまだ完全な安定はしとらんな。本来わらわの青の残存魔素に反応して少なからず生体干渉を引き起こすはずじゃからな。じゃがタイミングとしては好都合かの。完全になれば剣との同調調整に格段の手間と費用がかかってしまうゆえ。この子は博士。まさか君が。その子はわらわの助手の一人じゃよ。まったく、さっきから子供扱いしよって。わらわこそがエルブンレントが誇る伝説の天才魔法学者カレンじゃよ。そうか、ドゥルクが。あやつ大飯ぐらいでデリカシーもなく、とんでもない武術バカじゃった。じゃが、わらわたちの中で一番純粋で、愚直で、羨むほどに眩しい。そんなやつじゃったわ。おじいちゃんや集落の人から聞いたドゥルクおじさんと同じだ。くるるるるルビー、慰めてくれるのか？優しい子じゃの。でも、大丈夫じゃよ。わらわは、ドゥルクが繋いでくれたこの縁石に報いねばならん。そしてゴーマ説を止める方法とともに、先代の紋章の勇者、ロディが成し遂げたことを、息子であるそなたに語らねばならん。父さんが、赤の紋章の前の持ち主。やっぱり。話は、18年前のゴーマ説まで遡る。当時魔軍と戦う傭兵だったロディは、ある戦線でゴーマ騎士と戦った際に赤の紋章に目覚めたそうじゃ。ロディは紋章の力でゴーマ説をエターナルを倒そうと決意した。そしてそのために自ら仲間を集めた。そしてその中にはそなたたちが知るドゥルクと、勇者を導く青の紋章をその瞳に宿したこのわらわがおった。あなたが青の紋章を。うむ、今のそなたと同じものじゃな。目覚めたのはわらわが亡き師匠からエターナル関連の研究を受け継いだあたりからじゃった。お師匠から受け継いだ研究というのは、やはり。うむ、このエルデの地が抱える永劫の病、ゴーマ説を根本的に終わらせるための研究じゃ。それは、師匠の師匠が、いえ、あまねく種族の研究者たちが後世へと託した膨大な研究資料の一部じゃった。その研究中に、青の紋章を宿したわらわは、そのことを天の啓示だと思ったものじゃ。わらわこそが、ゴーマ説を終わらせる、とな。わらわたちはいくつもの戦いと犠牲を払い、ついにゴーマ説の中枢であるゴーマ皇帝エターナルの居城を発見した。城内での戦いは、かつてない激しさじゃった。それでもわらわたちは死力を尽くして戦い、そして、ついにエターナルを、
倒したのじゃ。ドゥルクの言っていたことは本当だったんだ。俺の父さんがエターナルを倒したんだ。ジャガー、エターナルの死の瞬間、あたりは太陽のような激しい光に包まれた。やがてその輝きが消えた時、そこにエターナルの姿はなく、そしてロディの姿もまたなかった。消えた？父さんが？まさか、エターナルの死に巻き込まれて。わらわは見ていた。師匠の、いや、志半ばで倒れていったあまたの研究者たちが残してくれた知恵のおかげで、わらわはその瞬間を様々な術式を用いて観測することができたのじゃ。ロディの渾身の一撃で崩れゆくエターナル、その体は無数の光の粒子に変わっていった。と同時に、相対していたロディの体は膨大なその粒子に飲み込まれていった。それは勇者と魔王、二つの超越的存在の融合の瞬間じゃった。融合？なぜそんな現象が。おそらくロディが初めてではない。それもまた過去の資料が示している事実。そう、これまでエターナルと戦い、それを倒した勇者たちもまた、すべてエターナルと融合し、消えていったのじゃ。フィン。バラワはロディに、エターナルとの戦いであやつが辿るであろう結末を伝えていた。じゃが、あやつは、すべてを覚悟の上で、エターナルと戦った。それはきっとエルデの未来の、いや、生まれてくる自分の子供の未来のために。父さん。残された仲間たちは、わらわが示した仮説には懐疑的ではあったが、みな、ロディとの永遠の別れを悟り、深く悲しんでおった。ゴーマ説が終わり、わらわは戦いで得た経験をもとに再び研究に没頭した。この町エルブンレントは、もともとそのために作られた秘密の研究施設だったのじゃ。わらわは、まず三つの仮説をもとに研究を行った。一つ、ゴーマ説は再び起きること。一つ、ゴーマ説の開始に伴い、赤と青の紋章を持つ者もまた、再び現れること。そして、次のゴーマ説で現れるエターナルは、以前の実力を上回る存在であろうこと。時代のエターナルが強くなるということですの？うむ。なぜなら、新たなエターナルは、以前取り込んだ勇者の力を受け継いでおるだろうから。それって、つまり、今のエターナルは。俺の、父さん、俺は、父さんと、戦わなきゃならないのかよ。フィン、落ち着け。カレンは仮説と言ってましたわ。まだそれが確定だとは。フィン、待って。フィン。リゼット。隣、いい？ごめん。カレンの話、どうしても耐えきれなくなって。あんなの、俺より父さんのことを知ってるカレンの方が何倍も辛いだろうって分かってたんだけど。カレン、すごいよね。あんな事実に行き着いて、抱え続けて。私だったらきっとおかしくなる。でも、多分、カレンがそれを続けてこられたのは、ゴーマ説で苦しむ人たちを見過ごせなかったからだと私は思う。私もそんな風にありたい。怖くても辛くてもその気持ちを曲げたくない。リゼットは強いんだな。あなたから教わったのよ。え？それはきっと
私だけじゃないわ。リゼット。だからこそ、どんな困難だって、みんなとなら向き合えるはずだわ。紋章の有無は、きっと関係がない。私たちは向き合い、そして、誰かのために選び続けるだろうから。誰かのために。なんだよ。全部、俺の心情じゃないか。リゼット、ありがとう。さて、今日こそカレンから研究についての詳しい話を聞かないとな。